ハイカラお昼の解決テレビ。さあ今日も皆さんの笑顔を求めて解決人たちが出かけますよ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時、人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。このようなお悩みありませんか？ストレスフリー療法はストレスを減らすために両徳寺大学が研究開発した療法です。両徳寺大学附属銀座すき家橋クリニック。はい、おはようございます。おはようございます。いやー、ハイカラで頭脳明晰なプリティ長島と、はい、永遠の乙女の集団千葉おかみさん会会長吉成です。はい、会長の石垣美恵です。よろしくお願いします。何十年前なんだろう。はい、はい、そしてです、よろしくお願いします。小川さん、ここはどこなんでしょうか。ここはですね、タコ町。はい、タコ、はい、大きく古いっていうね。いや、本当歴史がある、うん、そうですよ。縄文時代から歴史があるっていうんでね、うん、縄文時代を生きた方ですから、よくこれは歴史のヒストリーに語っていただきたいと思いますが、こちらに何か。タコ町のマスコット、ふっくらタマコです。綺麗ね。なぜかというと新米なんです。あ、新米母さん。あ、なんか一番よく知ってる方をお招きしているんでお話を伺いたいと思います。はい、どうぞ。こんにちは。皆さん、タコ町にようこそいらっしゃいました。町長の平山です。平山さん、はい、千葉県の中で、まあ、女性の町長初なんですよね。はい、千葉県100年の町政の中で初めての女性町長です。今、全力で頑張っております。はい、やっぱり美味しいお米食べてる生活に力入ってます。パワーズの鈴木、渡辺が願いを込めた元気のシンボル、パワーズボールはこの3人に託された。チーム名は解決パワーズ。千葉県北東部にあるタコ町。タコ米をはじめ美味しい農産物がいっぱい。タコ町ってズバリどんな町ですか？タコ町は、ええ、本当に自然豊かな町です。ですね。素晴らしい景色でしょ。うん、素晴らしいね。そしてここは昔ずっと海だったんです。海だ、海岸、海だったので、すごくミネラルが豊富に含まれているので。なるほど。ですのでお米がとっても美味しいです。で、ここはここではタコ米とか大和芋とか、はい、そして新鮮な農産物がたくさんありますので、ぜひ見てください。はい、ここは目の前の栗山川沿いにある道の駅タコあじさい館。奥行きのある店内に朝どれの新鮮野菜がびっしり。そこにあった大和芋でございます。これですよ、粘りが強くて、はい、すっごく美味しいです。これタコ町の大和芋は粘りが強く、まるでつきたてのお餅のよう。風味豊かな味は天下一品。そして日本一のタコ米です。天皇家の献上米としても、そして食味コンテストでも日本一になったんですね。はい、そうです。タコ米は冷めても美味しい、はい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 、おにぎりでも美味しいと言われております。そして寿司ならシャリはタコ米と
おお、これが寿司職人の合言葉でございます。お寿司にしても美味しいんですか。この道の駅あじさい館で10月9日にタコ米グランプリを行います。タコ米の中で一番美味しいグランプリ賞を決めるコンテストでございます。ぜひさまざまなイベントもご用意してありますので、10月9日はタコ道の駅にお越しください。今度はアジサイ館のことを詳しく聞いてみよう。その他に人気のあるものって生落花生ですね、はい、生落花生、はい、もしかしたら大まさり。そうですね、今人気が一番急上昇です、ね、これからどん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 エースを狙っていくような、はい、エース候補といってもいいぐらいの、ええええ、やっぱり今取れたてを茹でて食べるのが一番旬ですね。さつまいもが時期になってます。はい、これからですね、もうさつまいもが美味しい時期に、そうですね、秋ですから、まあ、地元の皆さん の、ね、あの努力もありまして、これだけの商品が揃うようになりました。あのですよね、私たち結構道の駅こう、この番組で訪ねてますけども、商品の数が多いし、すごく綺麗ですよね。清潔な感じが。そうですよね。もう買わずにはいられないという吉成さん。もうすごい買いたいものがいっぱい。このアジサイ館のお隣から美味しい匂いが。レストランキッチンタコです。まばゆい光が入る広々とした店内、栗山川と田園風景を眺めながらゆったりくつろげるテラス席。タコ町で採れたお野菜ですとか、あとはあの、お肉ですとか、そういうものを基調にしたあのお料理を20種類ぐらい。20種類、はいはい、はい、楽しみですね、ご飯ものもあれば麺ものもあるんですけれども、毎日食べても飽きないような、お母さんがお子さんにとか、おばあちゃんがお孫さんにとか作って食べられるような安心安全なお袋の味を基調にしてお料理を作っております。なるほど、大体分かった。ふっくらたまこさん、新米ママが作ったっていうイメージなのかな。そうですね、今日は私から皆さんにおすすめの定食があるんです。ぜひ食べていただきたいという。おすすめですよ。この中から一体何でしょうね。お待たせいたしました。私のおすすめのおにぎり定食です。もちろんおにぎりはタコ米、おかずはいらないというほどうまい。タコ米を召し上がっていただくのにはおにぎりとてもあのおすすめでございます。なるほど。吉成さん、いかが。おいしい、おいしい。鮭最高、はい、本当においしいよ。おにぎり炊き加減がいいですね、うん、ありがとうございます。柔らかくふっくらと、うん、あのふっくらたまこさんのイメージのお米の炊き方、ね、噛めば噛むほど甘みが口の中に広がって大正解。お米の甘さがじんわりふんわり美味しい。甘みが出てくるので、ね、おにぎり定食が本当に今おすすめなんです。うん、めっぺよ。おかずはいらないわ、本当だ。はい、からお昼の解決タイム。一方、東京西荻窪。実は西荻はですね、非常に個人の、こだわったお店が多いということで、今回はこんな素敵なお店をご紹介したいと思います。行きましょう。入り口には細長い2本の木彫りの彫刻、そしてハパハパというお店の看板。一体どういう意味なんでしょう。スワヒリ語でここここっていう意味なんですよ。こちらはアフリカの雑貨の専門店ということでよろしいですか。アフリカだけじゃなくて、実はインドとか、はい、あのメキシコとか、一応世界の手仕事ということで始めてるんですけど、はい、なるほど、はい、私がちょっとアフリカが好きで、はい、結構ずっと通ってるってこともあって、なんとなくこうアフリカのものが増えていったっていう経緯があって、岡崎さんが初めて東アフリカに行ったのは32年前。きっかけは、私実は猿が好きで、あの
まあ、最初人類の発祥の地がアフリカだっていうのもあって、はい、そこからアフリカが好きになって、ちょっと自分の目でゴリラとかチンパンジーとかを見たいなと思って行ったのが最初なんですね。1年ぐらいずっとこう放浪していて。あ、放浪してたんですか。はい、まあ、バックパッカーですね、昔の話ですけど、はい、で帰ってきたら、はい、あの実はガイドブックの編集をすることになって、はい、そこからまた頻繁に行くようになって。今は店主兼フリーライターとしても活躍している岡崎さんにおすすめを聞くと、人気があるのは、はい、あの、アフリカプリントですね。鮮やかなこういう、確かにこれは何ですか。ちなみにスカーフみたいな。いや、ね、普通の本当布なんです。布、ここにちょっと飾ってある。あ、はいはいはい、これカンガっていう、ま、ケニア、はい、タンザニアとかっていう東アフリカで、はい、使われている布なんですけど、四方に囲まれて真ん中にこうことわざだったりとかいろんな言葉があるんですね。これはマンゴーできたよって書いてあるんですよ。で向こうの人こういう風に来たりとか、はい、で百一通りがある、まあ、こう生き方であったりとか、はい、まあ、こんなね水着になったりとか、こんな人見たことないんですけどね。こんなカバンにされたりとか、はい、これもすごいおしゃれですよね。そうですね、おしゃれですね、はい、確かにおしゃれの多いですね、この辺とか。すごいですよ、結構派手で、こんな派手な、うん、でしかもなんか日本だとあんまり見かけない色合いというか。そうそうそうですよね、ですね、独特の配色というか、はいはい、これはあの本当1枚のもう全体的にこう、うん、花が施されてるんですけど、うん、これはあなたのすべてを愛してますみたいな感じの、ことわざなんですよ。ことわざなんですね、はい、これはあのトンボ玉っていうビーズなんですけど、はい、ベネチア玉っていうんですけど、はい、イタリアで作られたものなんですね。あ、そうなんですか。これ琥珀に似せたガラスなんですけど、はい、確かに、はい、こういうね、なんかそのトンボ玉をこうやってネックレスにされたりとか、はいはい、アフリカってもういろいろ嫉妬や妬みがすごいのでそれをこう排除する、うん、どういったところが魅力なんですか。結構なんていうかしたたかに生きていくっていう感じで、うん、こうもうとにかくお金がなくても元気、はい、一番すごいのはディスコに行った時に、はい、新商社の人が、はい、もう杖をつきながら足ないんですよ、はい、でも踊ってるとか、はいはいはい、なんかすごいそういうパワフルなところに惹かれて。ポジティブな。ポジティブですね。アフリカになんか行ってもらいたいなってっていうのがあって、はい、で向こうにも友達もいますので、はい、相談に乗っていただければいくらでもご紹介します、うん、ハパハパの中にいるだけでアフリカ愛とパワーが持ち帰られそうです。さあ今度は岡崎さんにもっと笑顔になってもらおうとマジック開始。カードを選んでいただきます。ハートの7がもなります。小銭を持ってきました。これ500円玉です。選んだカードを机に置いて、でそうするとこれ今500円玉が選んでいただいたカードを記憶してくれてます。今度はカードを混ぜます。500円玉が先ほど選んでいただいたカードを探しに行きます。ちょっとよく見ます。カードに穴が開いたぞ。本当。お見事。なんで？トランプになんで穴が開く？そう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 。はい、からお昼の解決テレビ。素敵な笑顔いただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか？馬車大学では学生を募集、体験乗馬コースも用意してあります。お問い合わせは0479773839まで。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。解決プレーニング。皆様こんにちは。雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。
頭の若さを保つ脳トレに今日もお付き合いください。毎回こちらハイカラ頭脳トレーニングのドリルの中から一問出してまいります。今日の問題はこちらです。今日の問題ですけど、ここにある四字熟語、どこか一文字が間違っておりますので、それを訂正して正しい四字熟語にしてください。今日の例題ですけど、一心同体、どこが違うか分かりますか？二文字目の心、体の心ではなく心ですね。一心同体、このようにしてあと2問訂正してください。はい、それでは答えを発表いたします。最初の問題ですが、3文字目道という字ですけれども、正しいのは道の道ですね。言語道断。そして2問目ですが、これは最初の文字無という字がなしというのが正解でございます。10月も始まりました。この時期になると皆様衣替えのシーズンということで、タンスの中の洋服を夏物から秋冬物に入れ替えるということで、皆さんお忙しいんではないかと思います。私もね、こういうカーディガン1枚羽織って風邪をひかないように頑張っております。それでは皆様、また来週この番組でお会いいたしましょう。ハイカラ頭脳ドリル好評発売中、お問い合わせお待ちしております。17年前、第二の人生をバラに捧げた男は自らバラ教老人と名乗る。さて今日はどんな作業なのでしょうか。およそ1500坪、2000株以上のバラがある筑波ローズガーデン。今日の藤沢さんはメインのバラ園での作業。ジャングルのように生い茂っている雑草取り。茂れすぎですよ。倍以上伸びてますね、例年と比べると。やっぱり手でこう取った方が早いって感じなんでしょうか。ああ、早いですね。根から取れますから。道具を使わず手だけで抜いていくのは一苦労。雑草を取り除いた後はバラの剪定が始まる。これでバラたちに日が当たり、新しい枝を伸ばしてくれる。そばで咲いている小さな秋バラにも心地よい風が流れてきます。チェリーエンジェル、うん、競馬では17戦走ったんだもんな。今回のオールジャパンオープンでも活躍してくれたじゃないか。これからも一緒に頑張ろうな。おはよう、かりん。今日の課題は駆け足の内包脚発進を意識すること。お願いね。
波足からゆっくり軽早足。この子の頭の動きを見ながらしっかり自分の姿勢を正す。ハミもかかっている。よし、パワーを貯めるための半減脚。この子の後ろ足の蹴り出しが強くなった。ここで前を持ち上げるため内包脚を前に差し込んで駆け足の合図。この子の向きはまっすぐになったけど駆け足が続かない。全身規制とパワーが足りない。よし、もう一度パワーを貯めてみよう。突然芝山芸能社時代劇アワー、馬と喧嘩。芝山芸能社に所属する3人が扮する物語。時は平安末期。馬方様、先ほど頼朝公が勝山に着いたら馬が欲しいと使いの者から連絡がありました。よし、用意しよう。内国産のリートレーニングされた馬じゃな。ここだけの話、頼朝公は落馬をしたことがあるので、そのあたりを重々考えた上で良い馬を用意した方がよろしいかと思います。馬に乗って落馬するのは当たり前のことだ。そんなこと言ったら誰も乗りませんよ。私も誰も人が乗ってくれなかったら寂しいわ。馬の背中は揺れているんだよ。八の字にそこにまたがって乗るんだから。だけど揺れを感じるから乗るんだよ。落馬を恐れるなですか。前後左右水平の3つの回転をしてバランスを取れば落馬することはないんだよ。まっすぐに走ってる自転車をいきなり左に曲げたらどっちへ倒れる。左じゃ。うん、右ですよ。右に倒れますよ。そう、右に倒れる。回転しているものに対する慣性力でそうなる。いきなり物理の勉強会？馬から落ちないためには縦の揺れを抑えるように、溝落ち、脇腹を前に出すつもりで体を支える。なるほど。馬の上は回転運動してる状態だから、その力を体で打ち消せばいいのか。体を起こす。起こすためにかかとを下げる。その慣性の力を知っておくことで落馬をしないんですね。その通り。基本の基本だ。まだまだ奥義はあるぞ。馬探しと馬術の旅が続く。夏のオールジャパンオープンチャンピオンシップ。演技の正確さや美しさを競う馬場馬術。馬歴は6年です。高校の時に銀のさじっていう漫画に見て、きっかけで馬術部入りたいなと思って、それでそうですね、受験して入りました。すごい本当にいい子で乗りやすくて、もう ありがたい限りです。
卒業しても社会人になっても馬術ちょっとずつで続けていけたらいいなとは思ってます。これ肩を内へという運動なんだけど、少し少し揺れがありましたけど、まあ、この運動で大切なことは 外側に壁を持つ。だから左手左足が壁になるわけね。で内包姿勢を取らせる。10年ほどで母が乗馬をやっていて、その影響で、ちょっと最初は嫌々だったんですけど、はいはい、だんだんと面白さというか馬の魅力、楽しいなって思ってきて、技術向上ということで、今よりも高みに行きたいな、技術を伸ばしたいなっていうのが目標としてあります。はい、社長、札幌で馬とお菓子のコラボイベント、白い恋人の限定版の缶が出るみたいですね。白い恋人ってチョコレートよね。そうみたいですね。馬の触れ合いや馬の型のクッキー作り体験、馬を絡めた楽しいイベントだそうです。有名な育成牧場も確か関わっているよな。そうです、北海道で生まれ育った白毛の人気競走馬ソダシのデザインしたチョコレート缶も販売されるそうですよ。うちのアニベジの卒業生もお世話になってるから賑わってほしいね。あら、ここだって馬の妖精アンジーがいるじゃない。これはもうできるわよ。そうですよね。幼稚園から小学校、中学校、高校、大学、一般社会人まで入学できる馬の学校ですから。まだ来年の入学に間に合うかしら。まだ間に合います。ゆじまさん、私プラムのこと考えますから、一緒に一生懸命やりましょうよ。はい、ぜひ。